発生しました。なお、金品などは全て盗まれており、依然犯人は逃走中。警察は現場の形跡などから犯人の特定を急いでおります。神へと祈る大金夢見て集う大人たちの夕暮れ道、今夜ご覧に入れます。史上最大級のイカサマ、赤か黒か悩むなんてそんなチャッチなものじゃない。準備完了、全員集合、勇者ぞろい、ポーカーフェイス得意げなリーダーも味方にして、作戦は5分後に狙い定め、さあ始めましょうこのマジックショー。全部左右に仕組まれた罠、メインディッシュはこの中、パスワードなんて無駄。今夜ご覧に入れます、史上最悪級のトリック。カードの裏側なんて誰も予測できない、任務執行用意中と時間通り、チェックメイトを気取る気分にものを見せてやることを、そうルートはと聞いて弾み、さあ開かれた秘密の扉、今取りに行きます。ああ手入れようかハッピーなエンジだらけの世の中なんて誰も望んじゃないから、ああ空っぽだらけ諦めない、嘘つきの泥棒の始まり、それでもまた夢を見たいだけ。正しくじったどうやら交通旅だ、脳裏に浮かぶ敗北、22の現実のようで大絶命のチャンス、どうやら次はないみたい、見透かしたあいつが笑う。